はい、こんにちは、スプレーアートエデンのめちゃんです。ということで今日の動画は多分みんながねよくね聞いてくる質問なんだけど、パフォーマンスやるときとさ、しっかり書き込むときって全然違うじゃん。とりあえずパフォーマンスを3分で書くときに、失敗したことないんですか、ね、聞かれるでしょ。ちょっと聞かれる。失敗したことあります。でも多分気づかない、気づかないうちにごまかす。すごい。 OK、例えば明らかな失敗みたいになる。例えばちょっといくよ。はい、あからさまな失敗っぽそう。こうなってこうなって、いつものだけど、例えばチラシがね、チラシ終わっちまったとかね。それこれちょっと使ったり、レジ袋。1つ目こうやって、ね、お、いい感じで書いてますね。いい感じ見えますか。これでね、地球を描きます。おお、どうですか。真っ白ね。はい、こんな感じでさ、で途中で、ここに白いのをつけて、これでピンピンピンってやりたいのに、あ、やべえ、1個垂れちゃった。1つ目、ここでね、タンタンピンタンタン。なるほどね。はい、星にしちゃう。星っぽく見える？星っぽく見えるよ。やべえ、やべえ、また垂れちゃった。本当に垂れちゃった。次、ね、ここでね、鳥さんにしよう。鳥さん、見える？鳥さんに見えるかな。でしょ、はい。垂れちゃった1個目の直し方、垂れちゃった2個目の直し方、OK。 次ね、じゃあ、はい、3つ目。3つ目はなんかわかんないけど、あ、冷たい、あ、垂れちゃった。それやばいよ。やばいね、それはやばいよ。やばいよね、こういう時は。もう垂れた瞬間に、だから今のなんかわかんないけど、垂れちゃった瞬間にパフォーマンスっぽく。何それ。見捨てないよ、見捨てないよ。でもみんな、あ、見捨てたって思ってるでしょ。見捨てないよ。どうしよう、大丈夫、なんとかなる。ほら、これはなんかもう爆発しちゃう、プシュッみたいな感じだし、さらにね、全部は癖みたいになってるし、このまんまこれでもいいけど、やばい、もう一個作ってもこのまんまもう、こうやってもこれが好きだね。これちゃんだから、さっきの垂らした瞬間に、で、またこれは直してほしい。そうだよ、ここなんかおかしいから、じゃあベロちゃん直してっていうか、じゃあもう一回、こうやって、おー、もう、こうやってね、じゃあ、こうやってこうなってますね。こうなってます。これね、がっつりやってみましょう。ピンクやめ、赤にしよう。赤は大丈夫だからね。わお、どうですか、さっきのところは考えられる？いや、私は、あ、やっちゃったって思った。また？今すごい、いい感じで、もうこれをくっつけたら、紙ね、もう絶対にくっついてダメだから、ここにしよう、このお茶。で、もうピピピピピピで、ピピピピピピで、バーン。Wow.
一番いいよね。何が？このプラネットが。こんな感じ？うん。じゃあ次ね、絵描いてて多分ね落書きされることあると思うの。うん。なんか急に誰かがさ酔っ払いが歩いてきてさ、ちょっと俺にやらせろよっつって。うん。俺行くよ。うん。No。これこれで可愛くね。こうなった時は酔っ払いとのコラボですで終わらせる。ええ、そう？いや本当これ直そうと思ったんじゃ、なんか可愛くね普通に。超可愛い。やばくない？普通に可愛くない？超可愛い。え、ちょっと待って、これ良くない？そう、もう何も直さないです。ダダーン。はい、ということでこれをじゃあプレゼントしていきたいと思います。これマジでいい。これ B4 サイズだね。 B4 サイズで多分世界に本当に1枚。うんうん。見た？作れる工程ができてるわけ。うんうんうん。なんかねちょっとね今ねホームページみたいに作ってるんだけど、うん、まあベースっていうやつが販売サイトみたいに作ってるから、そこで多分ね50円みたいな感じで出すから、うん、50円でそこで早もん勝ち。最低価格決めないとダメだから、まあ50円、まあもうあげるようなもんですよね。じゃあプレゼントね。 OK。 じゃあこんな感じでウェブサイトをちょっとチェックしてみてください。ということで、ごまかしたじゃない、ごまかし方講座でした。じゃあ次の動画で、まあ、本当にこうやって落書きされちゃった場合どうやって直すかっていうのをやっていきますか。うん、 OK。 で、これ楽しいと思ったらチャンネル登録、高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴ。アディオー。